自雲寺は、山梨県甲州市縁山中萩原にある、臨済宗明神寺派の寺院。三号は、天竜山。本尊は、聖関瀬音菩薩。開百八霊城を十番札所である。推定樹霊三百年長の糸桜の巨樹と、樋口一葉の文学碑があることで知られている。甲州市北東部、大菩薩霊山六の標高約五百七十メートルに、位置する。 南北朝時代の略王年間に、武装祖籍が解散となって創建されたと伝える、臨在修明神事派の寺院。武装祖籍は、甲斐、平塩寺で修行した臨在像で、甲斐では清井寺やエリン寺などを創建している。江戸時代末期、当時の住職である白岩王将により寺内に私塾が、設けられ近隣の子供たちに開かれた。1887年に、 本堂内に学校が開かれ、1907年には、私立山梨里人志学校となり、その後、市内の地の地区に移転し太平洋戦争終了時まで、存続していた。この寺小屋では、樋口一葉の父、のりよしが学ぶなど、地域住民にとっては寺院であると同時に、教育施設としての意味合いも兼ねており、明治から昭和にかけ地域の人材育成に貢献した。 糸桜横から糸桜を真下から見上げる推定樹齢300年長の糸桜があり1971年4月1日に当時の演山市の天然記念物に指定され2005年12月26日には山梨県の天然記念物に指定された幹の目通り3.2メートル、樹高15.0メートル、枝張りは東西20メートル、南北18メートルの巨大なものである。 1691年の道雨再建時に植えられたものと伝わることから樹齢はおよそ320年と推定されている。本堂を覆うように咲く姿で知られ、プロアマ問わず多くのカメラマンが訪れる。糸桜は江戸悲岸系の栽培品種のしだれ桜で、大きく枝がしだれることからこの名で呼ばれる。褐色は薄紅色から濃厚色まで個体差が大きいが、ジウンジの糸桜は、 花色が非常に濃く、また、枝ぶりも大きく、しだれた枝の先端は地面にまで達している。例年開花期は4月上旬で、周辺の桃畑の桃の花の開花とほぼ時期が重なり、県内外から大勢の見学者で賑わう。石碑の裏に刻まれた三女社名の一部、よさのア子や森尾外の名前が確認できる。一応女子比自運寺のある中、 萩原地区は1954年に当時の遠山町に編入されるまでは東山梨郡大藤村であった。道村は明治初期の女流文学者、樋口一葉の両親、樋口氏則、小谷滝子が生まれ育った村であり、父の氏則は前述した道寺の私塾に学んだ。道村出身の両親の次女として一葉は東京で生まれ、その短い生涯の間、 一度も演山を訪れることはなかったが、彼女の作品中には、両親から聞かされたであろう故郷演山の地名が随所に出てくる。一葉が没して26年後の1922年、一葉を忍んで同時の境内に一葉女子妃が混流された。大学は、東宮語学書御用係杉浦茂武、専文は、芸術院会員、高田茂之。 書は宮中を歌書書塩岡山高陰によるもの。石碑の裏側には混流参女者として協力した佐藤春夫、田山家体、坪内昭陽、森尾外、与謝野鉄管、与謝野秋子など日本を代表する近代文学者の名前が刻まれている。開108霊場テレビ、山梨企画、編集2000年8月10日、初版発行 P5、PP。 34から 35ISBN49 億9807万215山梨の居住、名木百戦山梨県林業研究会編集山梨日日新聞社発行2001年4月5日初版発行 PP144 から 145ISBN48 億9710万8519山梨の桜村松正人著。 山梨日日新聞社発行2000年2月12日初版発行 PP140 から 141ISBN48 億9710万2200大藤村が編入された1954年3月31日の直後の4月5日に演山町は演山市に市政施行している。現地案内版よりありがとうございます。